苔類はコケ植物に属する大きな一群である。コケ植物にはコケ類の他に仙類、角ケ類があり、それぞれが単形等群である。コケ類ではゼニゴケやジャゴケが有名であるが、これらは必ずしもコケ類の典型ではなく、より多様な姿のものが含まれる。コケ類はコケ植物の一群で、コケ植物の中では仙類と並ぶ大きなグループである。 最も有名なのは、ゼニゴケやジャゴケであろう。これらは、線類の多くが創始用植物の茎と葉を小さくしたような形、つまり、形容体であるのに対して、そのような区別のない、洋状体である。しかし、他の多くのコケ類は、線類と同様に、形容体である。形容体の場合、線類との区別点は、ケ類のものは、葉が大きく裂け、覆面側と、 背面側の列片が区別できること、注力がないことである。ただし、例外も多く、区別が難しい場合もある。また、仙類の多くでは、柵が丈夫で、長い間観察できるのに対して、苔類のそれはごく一時的で、すぐに壊れてしまう。銭ゴ苔類では、キノコの傘のような胞子形成部を作るが、これは、配偶体が作るもので、 胞子体はその傘の裏面に小さく顔を出すだけである。形容体のものと養状体になるものがある。種数としては前者の方がはるかに多い。形容体のものは多くはほふする。仙類の葉は細く尖ったものが多いが、苔類のものは大抵丸り。葉は三列に並ぶが、そのうち二列が特に発達する。発達した葉は左右にほぼ平面に並んでおり、 側場と呼ばれる。側場は大抵大きく下げて背面側と覆面側で大きさに差がある。どちらかが小さくなってもう一方の基部に折りたたまれるように重なっている例も多い。これらの形質は分類上の重要な特徴である。発達しない一列は側場の間の茎の上に並んでおり、腹場と呼ばれるが退化してなくなっているものもある。 形容体にもほぼ直立するものもあるが、これらの特徴は大体保持されている。養状体のものは全て補服している。区別できる葉はなく、植物体全体が平べったく、幅の狭いリボン状で先端で枝分かれしながら伸びる。あまり伸びずに枝分かれすれば円盤状になる場合もある。枝分かれはほとんどの場合にまた分子である。 外見上区別できる構造はないものが多いが、一部には主軸が中六のような感じで区別できるものがある。生殖器官は茎の先端や葉の間などに生じ、包容に包まれる。増乱期はさらに下皮に囲まれて生じる。胞子の腕ある柵はこの中で成熟し、その後で急に柄を伸ばし、胞子を放出する。柵は大抵が休憩か楕円型で黒くなり、 先端側から大きく4つに裂けるものが多い。柵の中には、胞子とともに、玉糸という糸状の細胞が多数ある。この玉糸は内部に、バネ状の構造があり、乾燥すると伸び縮みして、胞子を跳ね飛ばす役割をする。増卵器が茎の先端や葉の間に作られる場合、柵は白くて、柔らかい柵、柄を伸ばしてその先端につく。ゼニゴケ類では、植物体から、 キノコのような傘状の構造を伸ばし、その傘の下面に生殖器官をつける。これを有機タク、メスキタクと呼ぶ。柵はメスキタクの傘の下に顔を出す。柵は成熟して初めて姿を見せ、胞子の放出後はすぐに分解するので、観察する機会は少ないのが普通である。苔植物一般と同じく核層の変化を伴う世代交代を行う。 植物体は配偶体である。増乱器の中で受精が行われると、受精卵は発生をはじめ、柵が形成される。柵の発達は増乱器の内部で行われ、増乱器の壁は発達して、カリプトラと呼ばれる構造となる。柵の内部では、減数分裂が行われ、単層の胞子が形成される。なお、玉糸は複層である。胞子が発芽すると、 原子体が生じる。苔類の原子体は、糸状に大きく発達することはなく、大抵は海上でその上に植物体を生じ、長く残ることはない。苔植物一般とほぼ共通である。温暖多湿な環境を好み、地上性岩の上、樹皮状、枝の上など、様々な環境に生育する種がある。仙類にはあまり見られないものとしては、 高等植物の葉の表面に生育する養生ゴケというものがある。その性格上、落葉樹にはつかない。また、完全に水中生活の水草になったものもある。浮ゴケ類は沈水性で、胃腸浮ゴケは浮草と同様の浮遊性の水草である。苔植物一般と同様、庭園の緑化に用いられる程度であるが、型の小さいものが多く、特に目を止められ、 重視されることは少ない。よく目立つゼニゴケ類は庭にも出現するが、その姿に可愛げがないと言って、むしろ敬遠される場合がある。植物の分類には近年 DNA 解析などの新しい手法が取り入れられ、苔植物の分類も従来のものからその枠組みが変わってきている。それまでは苔植物門として一つにまとめられていたが、これが 河系統群であることが明確になってきたことから、その回の各単系統群をもにへと昇格させる分類体系が提唱されてきている。Wikipedia 各言語版でも多くがこの考えを採用している。下記に系統分類と伝統的分類の両方を掲載する。コケ類は世界で約330族、8000種、日本では約130族、 620種が知られている。ゼニゴケ植物門、マーチン社イタ伝統的分類では、コケ植物はコケ植物門とし、その階に、センツナ、コケズナ、ツノゴケズナを置く。コケズナは大きく二つのアコウに分けられる。ウロコゴケアズナの方が種類が多いが、ゼニゴケアコウの方が目立つものが多い。それぞれに多くのトガがある。代表的なものだけを示す。 ウロコゴケアコウ植物体は、形容体、または、養状体。生殖器は、茎の先端や葉の間に生じ、柵は柄を伸ばしてその先につく。日本では3目約580種がある。ゼニゴケアコウ植物体は、養状体。分化したメスキタクを形成する。柵は、柄が短いか、ない。日本に1目約40種を算する。ありがとうございます。